お願いします。お願いします。はい、いきますよ。はい、とんこつこつです。とんこつこつです。イエーイ。今日はですね、はい、久しぶりに市場までやってまいりました。中央卸売市場、うん、だね、はい、中央卸売市場にやってきて、今日はどこにやってまいりましたか。せーの、彼は田辺さんが、うん、なんか市場の真ん中辺にあるところ で、ね、で結構市場の関係者の方にも有名な人気のお店だそうで、うん、はい、はい、ですね。スーパーカレーって皆さん食べたことないかもしれない。初めてかもしれない。なんかピーちゃんが作ってくれたシャバシャバのカレーがあれがスーパーカレーなら違うよ。違うんだね。シャバシャバのカレーだよ。シャバシャバのカレーますか。あ、行きます。イエーイ。すごい、めっちゃいいです。ゼロ番ほぼ絡みのない状態。え、すごくない？なんかさ、6から100とかあるじゃん。え、すごい。これじゃん、さ。今日朝からチキン食べたいって言ってるから、これ。このチキンスープカレー一つで、はい、お願いします。スープカレーでもあるない。やる、レタスはめっちゃ入ってる。スープカレーでも食べられてるし、アクラみたいな貝がね。あるのは初めてですか。いや、一回普通に お仕事の方でサンステでちょっとお仕事してた時に来てくれて、そっから、そうそうそう、見てますみたいな感じ。あ、そうですそう、普通に遊びに来てくれて。もっと掘り下げてもいい。はい。
知り合ったんですか、2人は。私から、うん、恥ずかしいんですけど、はいはい、私が元々働いてたお店にお客さんとして来て、うん、お客さんと従業員というか店員さんの、はい、何の販売というか、どんなお店なんですか。メガネなんですよ。はいはいはい。メガネかけてないね。目が悪くなかった。目はちょっとあれだけど。あ、そうなんだ。別になくてもいいぐらいだったんですけど。まあでもメガネを最初でも普通に買いに行って、そうですね。そこにピーちゃんがいらっしゃって、接客してもらって、気になっちゃったんだ。長い人長いですね。で、仲良く YouTube を続けられる秘訣っていうのはあるんですか。ああ、長く、まあ、続けていく秘訣ですか。でも、まあ、確かに動画上は結構仲良し、まあ、もちろん仲はいいんだけど、撮影になると結構喧嘩します、ね。あと、お互い結構気が強いし、こだわりがあるから、俺はこうしたい、なおさんはこうしたいっていう言い合いを車でずっとしてます。道中で。そう。動画見るから全然そんな感じしないですよね。もう動画をここ、ね、カメラを置いて、録画ボタンを押したら、切り替わる。ごきげんよう。すごい。スイッチが入るんですよ。やっぱり、ね、同じ目標に向かって同じゴールを目指すから、まあ仲良くやっていけますよ。って感じですね。いやいや。伺ったお店のオーナーさんから連絡をいただいて、ここ行ってもらえませんかとかっていうこともあったりとか、なので結構もう。行かないといけないというか、まあ、行きたいところがいっぱいありすぎるので、うん、ちょっとこうね、リクエストいただいても、まず撮影許可をもらってとかっていうのを、ね、やっていくと、なかなか難しくて、なので、でも大体参考にさせてもらってるのは、やっぱりこうインフルエンサーさんとか、インスタグラマーさんとかの投稿を見て気になったのは、もう保存して、ちょっと連絡をしてみるとか。なんかもう、寝る前に、なんかもう、こんなとこあったよ、こんなとこあったよ。下調べしながら寝落ちするパターン。そうだね。それをなんかインスタの機能で保存していって、うん、で、まあ、まあお仕事とかでその近くに行った時に合わせて撮影したい。です。はい、お待たせいたしました。チキンスープカレーでございます。めっちゃ美味しそうじゃない？丸ごと入ってる。シーフードスープカレーです。はい、こちらシーフードでございますよ。すごい、見て、すごい、ネギが入ってますよ、ニビも。すごいこう香辛料というかスパイスが効いてる匂いがしますね。いい匂い。すごい大きいのが入ってるのね。すごい、ほろほろ、一瞬解けたよ。ふわふわ。鶏が。うん。ほろほろ。煮込まれてるってこと？うん。煮込まれてる。味がしっかり染みてて、うん、スープカレーの味も美味しい。いろんな香辛料の味がする。おいしい。ちょっといただきましょう。中辛にしたかな。中辛にした。なんかいろいろ入ってる。うん。ちょっと米いただいちゃっていいですか。どうぞどうぞ。緊張するな。すごい。こんだけカメラ見てるからな。あ、ごめんだけ行く。いいよね。僕らもそう、私は基本的に後慣れが多くて、あ、そうですね。そうそう、ナレーション撮りしてる時、もういつもこうジューシー、ふわふわとか。
そうよ、もうテンションでごまかしたさ海が香るとか今日言えなくなるよさやめてもらってもいい。こちらはですね、シーフードですね。はい、見てください、これめちゃくちゃいろんな具材入ってるでしょ。はい、もう水族館でございますね。はい、これは何だろう、海苔かな。そう、それ気になってて、何それ、ちょっと食べてみて。あ、まずじゃあこれだけ正体を突き止めていいですか。お願いします。食べます、失礼します。あ、海苔だ、生海苔。あ、生海苔だ、うん、めちゃくちゃ美味しい。あ、そう、うん、あ、じゃあやっぱりシール、ね、水族館だね。あ、入ってる具で言うと見てください、ビッグサイズホタテです。しっかり使ってますよ、気持ちよさそうだこれ。でね、あとこのほらエビでございますよ、これ仲良しでしょ、お二人みたいだ。まるで本当だね、ビューね、食べちゃいますけどね。深いわ、海より深い。いや、ほんとね、なんていうのかな、決して味が濃いわけじゃないんだけれども、こう、なんていうか深みがある、すごく飲みやすい、はい、スープカレーですね。これはいただきます。素晴らしい、贅沢です、本当に。何笑ってんの。ねえ、やめてくれよ。なんか最近後投げ多いから、なんかちょっと腕落ちたな、新鮮な。すげえ圧巻ですね。いや、こんな言葉出てこない、海より深いとか。じゃあそれを参考にした上で、もう一回行くんだ。あの、動物園ですね。あの、質問なんですけど、撮影において気をつけてることって何かあります？なんかそれぞれあると思う。ああ、撮影において気をつけること、あ、でも映り込みが極力もちろん、来ていただいている、まあ、撮影に行くとグルメのお店だとお客さんがいらっしゃるので、そのお客様に絶対迷惑にかからないようには気をつけてます。あ、なんかありますか。皆さんが撮ってくれとるからね。あ、美味しそうに撮るって。なるほど。朝だけだけです。あ、だけでした。まあ、これから開拓していく、探していくと思うので、頑張っていきたいと思ってます。残すことってあるんですか？なんかその撮影とかで、あ、なんか、あ、このカレーもいい、このラーメンもいいみたいになって、うわ取れないみたいな、でもう一つまだあってっていう場合、いやでも基本は食い切りますけどね。基本というか、たまにチャレンジメニューとかで失敗しちゃってっていう時はあるけど、その時も大体お持ち帰りのパックをもらって、うん、そうそうそう、なんか多分私たちの基本的なものが一つの動画でもう10分以内っていうのを目指してて、だからそこで収まるようなメニュー配分しか頼まないよね。ああ、そうだな、うん、あ、その動画の尺が、完成動画の尺が、なんか味について説明とか普段はしないですけど、リアクションにもあんまり変わらんと思う。リアクションめっちゃするよな、ピーちゃん、うん、普段からでも、うんまとか美味しいとか言ってるので、あんまり変わらないです。あ、そう、うん、どうしたちゃん、大丈夫？王子も忘れなくなっちゃった。あ、皆さんやつだ。はい、はい、3、はい、ごちそうさまクジラ。ごちそうさまくじら。はい、はい、ごちそうさまくじら。ごちそうさまでした。本当に美味しかったですね。とってもスープカレーの、うん、もう初スープカレーでしたが、うん、もうこれ以上ないスープカレーをいただきました。ミキーちゃんはお腹いっぱいですですね、うん、なんか山盛りスープどんぶりドンってあったから、お腹いっぱいになったし、鶏も大きいのあって、本当にもうお腹いっぱいでした。お肉もお野菜もいっぱい入ってて、ゴロゴロだったね。大満足です。スープカレーは田辺さん。うん。朝、ね、9時から1時半までやってて、うん、水曜日は休みでやってるそうなので、皆さんもスープカレー食べに来てみてはいかがでしょうか。というわけで、あ、そうだ、小池さんにも会え
で、ああ、信彦さんです。改めて、今日はありがとうございました。改めて、ありがとうございました。いや、もう本当ね、お二人とも食レポが上手で、ね、むしろ勉強させていただいたような感じ、大変恐縮でございます。はい、YouTuber さんとも、いえいえ、来ていただいて、ぜひまたね、はい、踏もうとね、よかったら、そうだ、僕らも撮影予定があるので、そうだそうだ、ご一緒していただければと思いますので、はい、あ、そうだね、うん、ぜひ、じゃあ私たちのチャンネルの方で、はい、コツコツさんも登場させていただきますので、見てください。お願いします。よろしくお願いします。多分概要欄にあると思います。それでは、じゃあこれ、とんこつマーク、あ、いや、入ってる、入ってる、あ、これ文字書いてるわ。あ、持ってる。あ、やっぱやり方があるんだ。もう一回だね。もう一回いきます。頑張りよ。の ゼロ。テンション上げた。お願いします。はい、どうぞ。いや、でもほら、桃屋の、桃屋の、ってなる。フルエンサーも投げかけて、はい、いきますよ、はい、いきます。すごくないですか。もうこの、はい、あれで売れるんですよ、だいぶ。そうですよ。いきますよ、はい、はい、お願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。